クリエイティブソサエティについて知った方は、私もそうだったんですけども、おそらくほとんどがなんで月に1万ドルのベーシックインカムが一人一人に与えられるのか、どこからそのお金が出てくるのかっていう疑問が湧いてくるんではないかと思います。まず今の消費型経済では世界のトップ 1% の人たちが全世界の富の半分以上を牛耳っているっていう事実を知る必要があると思います。アメリカだけでもトップ 1% は50兆ドルもの資産を抱えています。ビル・ゲイツですら自分はトップ 1% のかなり下の方だと言っています。いわゆる以前はイルミナティだとか闇の勢力と呼ばれてた人たちも含めて、今の金融経済システムを作り上げたトップ 1% のために私たちは働いているという見方もできるわけです。私たちが働いて稼いだお金の多くは彼らの元に集まってくる仕組みになっています。軍事産業はもちろん、メディアやエネルギー産業なども彼らの手中にあって、この社会に住むにはこうするより仕方がないんだっていう常識がいつの間にか吸い込まれます。例えば車を運転するにはガソリンを入れなければならない、保険に入らなければならないというのが常識となっています。近年はようやく電気自動車などが出てきましたけども、それでも電気を起こすのに化石燃料を燃やしています。もっと言えば、放射線廃棄物の適切な処理の仕方もわからないまま、原子力発電を推し進める利権、果てはグリーンエネルギーとされる太陽光発電や水力発電ですら様々な利権が絡んでいます。これらは夜や雨の時、風がない時には発電できないという欠点もあります。クリエイティブな社会が実現され、戦争なんかに悪用される心配がなくなれば、フリーエネルギーなど様々なテクノロジーが出てきます。これはまた別の機会に説明するとして、なぜ一人一人が月1万ドルのベーシックインカムをもらえるのかですが、クリエイティブな社会になるとお金は政府が発行管理するのではなく、私たち人々になります。先ほどのトップ 1% の富を世界中の人に分配するだけでも有り余るお金が出てきます。これを今の消費者型社会で実現するのは、そのトップ 1% が絶対に許しませんから、まずその社会全体を変えてしまう必要がある。政治家や大企業が幅を利かす社会は一旦壊して全く新しい、人々が自分たちのお金をコントロールして、全ての制度も自分たちで投票して決める、で完全な自治が実現される世界を作り上げることです。そのビジョンを持った国際プロジェクトがクリエイティブソサエティ、クリエイティブな社会です。そうは言っても、世界の平和や人類の未来を考えるより今の生活の方が大事、今晩のおかずは何しようかとか、まあ、ほとんどの人が自分の生活に追われるように仕向けられています。しかし実際にはそのことにすら気づかないほどになっています。考えてみてください。地球と人類を救うことより他に大切なことがあるでしょうか。あなたも地球がなくなったら生きてはいられなくなります。例えば人間の肉体が死んでしまったら、自分たちも生きていられないがん細胞がお構いなしに臓器をどんどん動かしていく、そういうがん細胞化しないように皆さんも気をつけてください。クリエイティブソサエティは人類が真の自由を享受できるようになる世界です。ボランティアのみが参加しています。もっと詳しく知りたい方はクリエイティブソサエティのウェブサイトでフォーラムの動画をご覧ください。それではワイマナロ、海洋なビーチからでした。